待ち上がれ。さあ、話してもらおうか。一体。私はテレのための魂が目覚めた時の器としてジェノムを作ってきた。しかし今から24年前、お前と同じような一人のジェノムが生を受けた。そのジェノムは器にするにはあまりに意志が強く、一度私も廃棄を考えた。しかしこうも思った。力があるのなら、それを利用すればよい。私はそのジェノムをしもべとしてガイに使わし、ガイの魂の循環を乱すことにした。だからそいつは誰かと聞いてるんじゃねえか。まだわからんか。お前にとてもよく似た男だ。俺に似てる？そんな奴に会ったことは。小野が瞳に映る姿のみを捉えればな。お前とよく似た魂の形をした男。私が害に使わした男。お前の兄とも言うべき男。それがクジャだ。クジャ？奴がジェノム？そんなバカだ。奴には尻尾もないし見た目も。隠しているだけだ。奴は自分がジェノムであることを否定しようとする。自らの存在意義を認めず、己が性を主張しようとする。瓜二つではないか？そう、お前に。ふざけるな。俺はあんな奴とは違う。奴もよく言った。こいつらとは違う。同じ種であるジェノムたちを指したな。ジェノムとしての不適合ともいえる奴の欲望は、ある一つの任務に関しては最適だった。戦乱を外来にもたらす。それが私が奴に与えた任務だ。本来あるべき流れではなく、不自然に乱れた流れを作り出すこと。だから一体なぜ？魂の流れを乱すということ。それがつまり戦乱。想像以上に奴は働いたと言うべきかもしれぬ。俺は一体なぜガイアに？お前がブランバルに生を受けたとき、クジャにはお前の存在が許せなかった。自分より大きな力を秘めたジェノム。このままでは、己の地位を脅かすかもしれぬ。クジャはお前を捨てたのだ。奴がこれから戦乱を起こすべき地、ガイアに。お前は、俺をクジャと同じように、ガイアに戦乱を起こさせるためのしもべとして、その通りだ。クジャがお前を捨てたのは想定外だったが、それもまた、奴の特性として認めることにした。それに、奴にとってみれば、ガイアの戦乱はお前の勝利の勝負につながるわけだ。奴がお前を殺さず、生かしたのも、己が存在を証明したいという欲望のためかもしれぬ。そんなことのために、多くの人の血が流されたっていうのか。そんなこととは、クジャの欲望か？我々の目的、魂の循環を乱すということか。どちらもだ。大体、その魂の循環を乱すところで一体。魂をえり分けるのだ。魂の循環の中で、ガイアの魂をよどませ、次第に、テラの魂を流してゆく。本来あるべき速度より魂の流れを加速すること。それが戦乱の意味だ。そして、時が満ちた時、ガイアの魂はなく、ガイアは完全にテラとなるのだ。つまり、戦争を起こさせて、ガイアの人々で殺し合わさせて、死んだ人の魂をテラに取り込んで、テラからその分いっぱいガイアに魂を送り込むっていう、そういう狙いですよね。だからだんだんその、ガイアで生まれていく人間っていうのは、テラの魂を持った人間がガイアに生まれていくと。で、それで、いずれ、ガイアに生まれた命が全部テラの魂になった時、ガイアは完全にテラになる。そういう流れですね。そんなことどうやって。お前たちも目にしているはずだ。イーファの木。そしてそこから発生する霧。ソウルリバイダー。それがイーファの木の役目。そして霧は、よどんだガイアの魂だ。霧を俺たちが止めた。お前の思い通りにはいかない。お前たちの見たものは、イーファの木の裏側に過ぎない。今なおイーファの木は活動し、ガイアの魂の流れをせき止めようとしている。見るがいい。今のこの星の姿を。ここは言うなれば観測所。ガイアの、そしてテラの輝きを見るための場所。どういうことだ？あの光は一体。あれがこの星の中心だ。魂の循環の始まりであり、終わりでもある。今はまだガイアの輝きというべきものだ。しかしあの輝きが青から真紅に変わるとき、すべての魂はテラのものとなり、テラの復活は完了する。そのために、私はあの光をイーファの木で包み、星の内部からガイアの魂を入り分け、循環を妨げた。それがイーファの木の真の目的、真の姿だ。お前が地表で見たものは、裏の姿に過ぎん。ガイアの魂、霧を廃棄することを止めたとて、この星の魂の流れは変わらぬ。結局、クジャはイーファの木に魂を送り込む死神だったってところか。そう。私の作り出した死神。ただし、それはお前が成長するまでの間だけ。どういうことだ？奴の魂に永遠は必要ないのだ。次に、お前を作り出すことが決まっていたのだな。俺が成長して、クジャを超えたら、クジャの魂は用済みだと。そうだ。もうすぐ奴にはその時が訪れる。クジャの寿命。どうだ。そろそろ、物が存在の意味が分かったのではないか。分かってたまるかよ。俺はガイとたち、ガイの人間と共に笑い、泣き、時を過ごしてきた。そのような小さな時より、悠久の時を星と共に生き残ればいい。お前にはその力があり、世界があり、理由がある。力も何も関係ない。もし俺に帰る世界があるのなら、タンタルスの仲間たち、リリ、フライヤ、サラマンダー、クイナ、スタイナ、エイコ、そしてガーネット。それだけじゃない。多くの人々、愛されてきた世界だ。もし理由というのなら、俺の大切な人々に悲しみをもたらしたお前らを、テラをぶっ潰すのはこの俺だ。俺がテラに忍ぶとして、背を受けた理由はそれで十分だ。残念だな。お前のその魂の形こそ、新たなる死神にふさわしいと思ったが。ああ、なってやろうじゃねえか。お前らの死神にな。その力、その肉体だけしか利用できないということか。うるせえ。もう言葉が聞き飽きた。覚悟しやがれ。ここがお前の墓場だ。愚かな。その身を、新たなる魂を迎える器となれ。何を。ただのジェノムにするには惜しい素材であったが、仕方あるまい。この文字時短が利用されちゃうね。またここに戻ってくるとは。不本意極まりないことだが、しかし、もうすぐだ。もうすぐあの力が僕のものになる。待っているガーランド。そしてジタン。僕を馬鹿にした報いを、その身に受けるがいい。教えてあげるよ。ガイアのために、そしてテラのために、誰がこの世界の王として君臨するのか。あの船を乗っ取ったか？俺は誰だ？何もわからない。何も考えられない。ジュタン！ああ、そう呼ばれたこともあったか。いろんな人がそう呼んだ。ジュタンはすぐカッコつけちゃうんだから。ああ、そうかもしれない。いつもふざけおって。そうだ、その通りだ。それがお主らしいということじゃ。俺らしい。ジタンと一緒に旅をしてて、僕、強くなれたと思うんだ。やめてくれ。俺は強くなんか。美味しいもの以外に大切なものを教えてもらってあるよ。違う。俺は何も知らない。それが仲間だということか。仲間。ジタン。わからない。俺は誰だ？ジタンがいたから。もう、疲れた。どうしてジタンは？俺は、もう空っぽの器だから。ジタン！誰だ？起きてよ、ジタン！誰？しっかりしなさいよ、ジタン！ジタン！ビビ、英子。よかった。気がついたのね。まるで死んじゃったように眠ってるから。そうか。俺は、心配したんだよ。一人で行っちゃうなんて。何しに来たんだ？それはもちろんジタンを。大変だったんだからね。ジタンが一人で行っちゃって。余計なことをするな。これはお前たちには関係ない問題だ。そんな。またそうやって格好つける。ジタンだけの問題なわけないでしょ。ねえ、ジタン。無理しないで一緒に。うるさい。ガキは黙ってろ。ジタン。ジタンってば、無茶だよ、ジタン。ごちゃごちゃうるせえガキどもだな。ガキにはわからねえ。大人の世界ってもんがあんだよ。これで倒しましょう。毒つらいなあ。苦戦しているようじゃな。ちょっと今のうちに。死ぬ。手は抜けるやつだぜ、まったく。ちょっと危ない。ちサラマンダ強いな。よし。一人で行くなどと、無謀にも程があるのではないか。人にはおせっかい焼いといて、てめえは自分だけで全て解決か。助けてもらわなくても、あれくらいの敵、一人でなんとかなるさ。またぬかした。時短らしくないな、本当に。うわっ、いやー、これ式のことでやられはすぬのである。おいしく料理してあげるあるよ。伝えな、食いな、お前たちまで。おりゃーってわちゃー。いいなこいつら。アバトンでかい。リフレクシャー全体じゃねえのかよ。お前ら遅いぞ時短。ハンストダメージは絶対足りねえんだもんな。オッケー。ふん、あれ式の相手、軽いものだ。ジタン、私たち置いてったらダメあるよ。ジタンにはまだまだ美味しいもののところに連れて行ってもらうつもりあるよ。まだ姫様にふさわしい男がどうか。見極めが終わったわけではないのだぞ。ちょっと認めてくれてる？もう放っておいてくれ。お前たちにこれ以上迷惑はかけられない。ね、仲間たちのために一生懸命なんだよね。みんな揃いも揃っておせっかいなバカ野郎ばかりだ。けど分かってるんだ。俺が一番大バカ野郎だってことぐらい。このシーン好き。本当に何回やっても。でかー。でけえなー。おう。そしてもちろん最後に来るのはガーネット。ガーネット、これがあなたの出した答えなの？こいつの子にガーネット来たらやべえな。OK、いい経験値。ガーネット、そうやって自分だけで解決しようとするのね。分かってくれ、みんな巻き込みたくないんだ。私たち仲間じゃないの。そう思ってる、そう思ってるからみんなを。俺はガイアの人間じゃない。一つ間違えば俺がアレクサンドリアを破壊してたかもしれないんだぞ。そんな俺がノーノーとみんなと一緒にいられるか。ジタンはいつも私たちを見ていてくれたわ。でもジタン分かっていない。私たちもジタンのことを見ていたってこと。ジタンが私たちを見ていたように私たちもジタンのことを見ていた。ジュタンが私たちを信じてくれたように私たちもジュタンのことを信じていた。ジュタンが私たちを守ってくれたように守ってあげたいの、ジュタンを。ガーネット、その通りあるよ。昔お師匠様に言われてある。美味しいものをもらったら美味しいものを返す、それが礼儀あるよ。ジュタンにはまだ美味しいカエルごちそうしてないやる。悔いな。貴様を黙って見送ろうものなら騎士の名がなく、それこそ松代魔女の恥。観念するのだな。地獄の底までついていくぞ、スタイナー。まったくおせっかい野郎ばっかりだぜ。お互い様なのである。それじゃ行きましょうと思ったんだけど、あれ、他の4人はもしかして閉じ込められちゃったりとか。そうかもしれないあるな。貴様がみんなを置いてくるからだ。そうよ、まったく。あらら。悪い悪い。とりあえず、戻るとしようか。みんなでな。はい。まあ、ちょっとしばらくね、らしくない時短でしたけども、まあ仲間たちのこれ、もう絆ですね。いい話だ。ジタン、ジタン、勝手に先に行っちゃうんだからもう。すまなかったな。やっぱり、みんなの力が必要なんだ。もう置いてけぼりは嫌だからね。あ、吹っ切れたようじゃな。行ったり来たり、忙しいやつだぜ。けど、もう行くだけだ。ガーランドを止めるために。そうだ、あのね、ブランバルから、モーグリがついてきてくれたの。休みたくなったら行ってほしい、クポ。それ頼もしいな。これでこの不気味な城も攻略できる。みんながいるからね。よし。まあ、とりあえず今回はここまでにさせてもらいます。長くなっちゃったから2パート目に切ろうかな。はい。まあ、ここで、このね、仲間たちと力を合わせてガーランドを倒しに行きたいと思います。では、ファイナルファンタジー9実況プレイのパート52、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。